どうも、吉谷です。ですね、この動画はですね、まあ、久しぶりにですね、僕、あんまテレビ見ないんですけれども、まあ、テレビつけてたら、あの、ヒルナンデスっていうお昼の番組にですね、あの、カジエモンさんっていう、僕初めて知りました。初めて知ったんで、まあ、動画撮ってるんですけど、なんかその、カジエモンさんっていう人がいて、その人がテレビに出てたんですよ。で、そのカジエモンさんについて、めちゃめちゃ熱く語ろうと思います。まあ、ちょっとね、まあ、そのカジエモンさんのストーリーを聞いて、あ、これはちょっと動画撮らんとあかんなっていうことで、まあ、どういうことかっていうと、まあ、カジエモンさんっていう、まあ、お笑い芸人を、まあ、高校中退をして、その、まあ、ダウンタウンとか、うっちゃんなんちゃんとかそういう人たちを見て、あ、俺もお笑いやりたいっつって、まあ、高校中退して、大阪のその、名門のあそこです、大阪の、すいません名前忘れましたけど、そこに入ったみたいなんですね。で、まあ、そこ入って、まあ、お笑いをこう目指して、なんか同期がハリセンボンの方らしいんですね、同期は。で、まあ、夢見て入ったわけなんですけど、まあ、結論13年間やって、まあ、全然売れないと全く売れないと。で、つい最近そのテレビに引っ張りだこで、もう50本ぐらい今年は出てるみたいなこと言ってて、まあ、めちゃめちゃ仕事が結構入り出したと。で、この理由っていうのは何かっていうと、その、カジエモンさんっていう方はですね、まあ、仕事がなかったから、ずっと家事をしてたらしいんですよね。部屋の掃除だったりとか、あとは料理だったりとか、まあ、ありとあらゆる、まあ、その、しかもお金がないわけじゃないですか。で、売れてないので、お金がないので、まあ、どういったその節約をしながらその家事をするのかとか、まあ、こういうふうにやると便利だよみたいなのをこうやってて、まあ、それがテレビに取り上げられて面白いってなって、今メディアに取り上げられてるみたいなんですけど、まあ、ここから何を僕が伝えたいかっていうと、要はマイナスがプラスになるってことです。ちょっと思い出してほしいんですけど、カジエモンさんっていう方はですね、夢を見て13年間全く稼げないわけですよ。稼げないんですね。で、その稼げなくて、で、しょうがないから、まあ仕事もないから家で一生懸命、まあ家事をするしかないと。で、まあそれが今はプラスになって、その13年の間仕事がなかったけれども、家事をしたことによって、そのスキル、カジエモンさん特有の裏技的なやつが、この一般の人に、あ、これは面白いねってことで広められて、まあ仕事に今なってると。要は仕事がなかった期間があったから今仕事があるんですよ。面白くて。で、ここから何を学ぶかっていうと、まずそのマイナスだったものが実はプラスになるよってことなんですね。で、これも、その、例えばマイナスだったとしても、ある一つのことにフォーカスする。例えば家事にフォーカスしただけで、まあ、まあ、もちろんね、ずっとやり続けた結果なんですけれども、マイナスをプラスに変えるのと、プラスそのマイナスであったとしても、ある一つのことをやり続けたことによって、今はそれが、仕事のネタになってるっていうね、素晴らしい。で、こっからですね、まあ、一つ言えることが、まあ、そのカジエモンさんはお笑い芸人を諦めなかったっていうことが、まあ、大きい、また一つのポイントかなと僕は思います。要は13年売れなかったわけですよ。でもそれでもずっとやってたわけですよ。だから、まあ、テレビ局からまあ依頼出てみないみたいなのがなんかあったと思うんですけど、要はもしですよ、もし、あ、俺売れねえなーっつって、全然売れねえじゃんと、こう生活もできないし、どうしようっつって、もうお笑い芸人辞めて普通に就職するかってなったら、今のカジエモンさんはないわけですし、ヒルナンデス、まあ、ヒルナンデスって多分お昼の中で結構有名な番組だと思うんですよ。まあ、それにも出演してなかったでしょう。だから、まあ本当にね、一つのことに没頭してやり続けるっていうことは、まあ一つの特技になるのかなと、武器になるのかなっていうことですよね。で、あと諦めないこと。まあ13年ってすごいですよね。まあ、僕もそのネットビジネスを10年以上やってますけど、僕自身も、そう。まあ、僕自身の事例で言うならば、僕も、その、頭悪かったんですよ。で、就職活動もしたんですけど、まあ、1社受かって、そこの1社が倒産と。で、その後ニートになったりとか、もう本当にね、社会から見るとダメな人だったわけですよ。で、就職できないで、プータローニートですよ。
まあ、完全に他の人から見たらもうダメダメじゃないですか。就職もできないまあ就職1個できましたけど、まあ倒産しちゃって、そっかニート、うん、で部屋にこもってゲームばっか、うん、完全ダメな男ですよね。うん、でただし僕は一つその時思ったことが、要はまあ悟ったんですよ。要は俺就職できないなと、うん、バカだし就職できないなと思って、なんかじゃあ自分で手に職つけんとあかんなと思ったんですよ。その時なんか自分で一生飯食っていけるスキルなんかないかなと、スキルつけないといけないなっていう時にインターネットでいろいろ見てると、アフリエイトがあるらしいぞと。そうそうそう、アフリエイトがあるっていうのを知って、でその時まあいろんな情報を調べてたんですけど、当時その島田紳助さんがやってたバリバリバリューっていう番組があるんですね。バリバリバリュー、でそのバリバリバリューっていう番組で、その携帯のアフリエイトで月3000万稼ぐ男が出てて、しかも副業、その人はサラリーマンをやりながら携帯サイトの着メルサイトを運営してて、その着メルサイトのアフリエイト広告収入が3000万あると、毎月。しかも作業が1日その着メルサイトのメンテナンスのみなので、まあ1日1、2時間で3000万稼ぐっていう、っていうのがバリバリバリューの番組で取り上げられてたんですよ。でそれ見てマジでみたいな、すげえアフリエイトすげえんじゃねえっつって、そっからまあね、インターネットに興味持ったんですね。でそっからまあ早もう十何年ですけど、でまあその後じゃあそのネットを学ぶためにどうしたらいいのかっていうことで、まあ教材買ってみたり、いろいろしたりとかして、でまあご縁がありまして、まあ、そこの教材を販売してる会社さんにね、要はまあ、教材僕買ったんですけど、まあ、全然ダメだったわけですよ。全然ね、全然ダメだったんですよ。で現在バイトしましたバイト夢見て、おしこれで100万稼げるぞ頑張ろうっつって夢見て教材買ったけど、3万です、2万9800円で買いました。29,800円、その時ニートしてたんで金長いんですよ。だから金ないけど、なけなしの金をね、ATM からこう振り込んで、騙されてんじゃないかな、みたいな感じで、まあ振り込んで、で、買ったんですけど、で、でも結局3日ぐらいで、挫折して、まあその教材はめっちゃ良かったと思うんですけど、やっぱ当時、そのブログも知らない、まあ、サーバーもわかんない、そのアフリエイトっていう概念もわかんない。ただ興味本位に、なんかアフリエイトってすげえんじゃねえか、みたいな興味本位で入ったので、やっぱ、今思うとそうなんですけど、やっぱ結構大変なんですよ。で覚えることもやっぱあって、全然わかんなくて、その、まあ、結局挫折したわけですよ。うん、まあ教材の内容すごく良かったんですけどね、うん、まあ本当に初級中級上級みたいな感じでステップバイステップであって、めちゃめちゃコンテンツ量もあって、ただ僕勉強が嫌いなんで、そもそも論として勉強が嫌いなんで、こうまあ当時 PDF でしたけど、 PDF 見てて書いてることがよく分かんないですよ。まあ、勉強頭悪いし勉強嫌いだから、でまあしかもですよ、やったことがないからもうね、めっちゃ頭はねパンクするんですよ。うわー分かんねえみたいな感じで、なんだこれみたいな、どういうことだみたいな感じで挫折したんですね。でまあその後、そのだったらその教材を販売してる、もうネットで稼いでる人のこれ下で働けばもう絶対稼げんじゃないかと、もう絶対スキル作るよなとなで思って、でたまたま運よく、まあ、その教材を販売してる人がですね、サポートスタッフ募集しますみたいな感じで、まあその教材を販売してくれてた人に、教材を買ってくれたお客さんに流したんですよ。サポートスタッフ募集みたいな。おやおやおやと、これ行けば、これ絶対行けるぞと。でも僕もうね、別にアフリエイトも何も挫折した人間ですから、面接の時にですね、やる気だけはありますと。頑張りますと。すいませんと。寝泊まりして OK ですかみたいな。寝泊まりしてやらせてもらっていいですかみたいな感じで入ったわけですよね。でそしたらまあなんか気合があるっていうことを認められて、そうそうそう、面接の時にね、英語ができるかとか言われたんですよ。ですいませんと、英語できませんと、英語は7点ですと、すいませんと中学校の時に英語を、中学校の一番最初のテスト、一番最初ですよ、
まあ、今小学生から英語やってるか分かんないですけど、僕の時代は中学校から英語の、授業が始まって、一番最初のテスト僕7点なんですね。でそっから僕はね、なんで日本人が英語学ばんとあかんねんみたいなね、いや外人と絡まないしみたいになって、まあ、そこは勉強しなかったんですけど、まあ、面接の時に英語できるかみたいに言われて、いや中学校の時7点ですみたいな、でだけど気合はありますみたいな感じで入ったんですけど、そしたらまあありがたいことに採用になりまして、でそこからまあ10何年、そこでまあ勉強していろいろやったんですけど、めっちゃ大変でした。やっぱまあ最初はですよ、最初は意気込んで泊まり込みでいいですかみたいな感じで入りましたけど、実際問題朝9時から朝方の5時まで、もう一度言いますね、朝9時から朝方の5時までサポートなんですよまあ僕なんか よくわかんないから、まあ、Google で調べて全部こう自分で調べていったんですね、ほとんど。でそこの社長さんが、まあ、教えてくれないわけですよ。いやすいません社長、これわかんないんですけど、ちょっと教えてくれませんかって言った。お Google で調べたかと。はい、調べてないですつって調べるじゃないですか、 Google で。でもう一回聞くじゃないですか、すいません社長ちょっとわかんないんですけど、もう Google で調べたの。いや調べてないです3度目はねよう聞かんなかったですけどね要はまあ教えてもらったことってほぼない皆無なんですね。まあ自分で調べました。だからまあ時間もかかりました。でしかもめっちゃしんどかったです。やっぱ僕も、ね、気合があるって言っても、朝9時からね朝方の5時までパソコンに向かってブワーってやって、分かんないことだらけでブワーやって、で寝袋で寝る、会社のね寝袋で寝るじゃないですか。で寝袋でこう4時間か3時間寝たら、はーってこう、はー仕事だっつって、そこでまた寝袋畳んで、でデスクに座ってまたうわーみたいなね。いや僕も人間ですから、もう相当辛くて、もう一回やめますって言ったんですよ、もうきついですと。だけど、まあ、その時にですね、社長にめちゃめちゃ怒られて、まあ、どうすんだと、まあ、お客さんいんのにどうすんだ、やめたらみたいな言われて、もう一回考え直して、しょうがないなと、待てよと、まあ、確かにきついと、確かにきついけど、まあ、実際やめて俺どうすんだろうな、就職もできないしバカだし、これやめ、まあ、冷静に考えたんですね。その時は感情でもう、うわもうきついとか、もうしんどいとか、嫌だ会社が嫌だみたいな感じでわーなったんですけど、でそれパッて言われて冷静になって考えてみると、あ確かちょっと、俺この後どうすんだみたいなねよしと。で そこですよ。そこで一回辞めるって言ったんですけど、腹くくりました。腹くくって、よし俺もう絶対ずっとその辞めるっていうのはもう言わずにこうやろうみたいな、もう骨埋めようみたいなね、もうやるぞって決めて、まあ、そっから決めたんですけど、そっからもいろいろ大変なまあストーリーがあって、言ったら話ね100時間ぐらいになるんでやめときますけどね、まあいろいろ本当大変だったわけですよ。でもですよ、それをやった結果、10年以上こうそれを辛い思いしてきてこう耐えてきましたけど、まあ、最近ありがたいことにですね、本も出せました。本もリアルの本も出版することができたんですね。まあ情報商材完全バイブルっていう本なんですけど、その本も出せました。で多分その中学校とか僕成績オール1ですし、そのまあ就職もねできなかったような人間でダメだった男がですよ、10年後本も出せるようになったんですよ。本も書店に並んでる、まあ、僕の本に関してはちょっとねマニアックな本なんで、ある一定の本屋さんにしか置いてないんですけれども、新宿の紀ノ国屋、紀ノ国屋、紀ノ国屋さんには南口と西口にしてあるのかな、2店舗置いてありました、置いてありました、うん。でそのまあ本当に売られてるのかっていうのを新宿のその久の木屋さんに行って、まあ、確認しに行ったんですけど、ずらーっとこう何か有名な何かそのビジネス書が並んでる中に僕の本が置いてあって、ちょっと感動しましたね。ここに俺の本が並んでるぞみたいな、おここの本棚にあったみたいなね、ちょっと感動しました。これも結局僕がすごいというよりかは、ただ続けただけなんですよ。ただ一つのことに
ネットビジネス、インターネットを活用して、収益を上げるっていうことに、まあ、ずっとやってきたからだけなんですね。だからそのヒルナンデスの梶右衛門さんに関しても、ずっと家事をやってたわけじゃないですか。ずっと家事で、しかもプラスアルファ芸人を辞めなかったっていう。だから芸人もし辞めてたら多分今テレビ出演ないですよ。テレビ出演、うん。だから本当ね、続けるっていうのは大変なことかもしれないんですけど、能力、まあその続けるっていうことが能力って言われたらそれまでかもしれないんですけど、やっぱ続けることの大切さっていうのが本当に重要なんじゃないかなと思います。続けることの大切さ、まあ、難しいかもしれないですよ。ただし僕が思うのは、うちの塾でも教えてるんですけど、一つの言葉が凡事徹底っていう言葉があるんですね。凡事徹底で、僕なんかは凡人以下なわけですよ。頭悪いし、多分この動画見られてる方の方より偏差値低いです。頭悪いです。多分絶対、まあこれ絶対言いますけど、この動画見られてる皆さんの方が絶対頭いいですよ。まあ、120% この動画を見てる皆さんの方が頭いいです。頭いいでしょ。で、逆に言うと、なんだこの、なんかキモいな、この音、気持ち悪いな、みたいな、なんなんだこいつ、みたいな感じで多分見てる方がほとんどだと思うんですけど、でも、そんな僕でもいけるわけですから、動画見られてる皆さんは、にできないってことは僕考えられないなっていう。だって僕より頭いいわけですから、僕よりスペックが、もう CPU のスペックが高いわけじゃないですかね。CPU のスペック高いわけですから、処理能力も速いわけじゃないですか。僕なんか処理能力遅いわけですから、もうやるしかないわけですよ。もううわー言って、もうね、もう1に練習、2に練習、3に練習、4に練習、5に練習ですよ。練習するしかないんですよ。でも僕よりスペックが高ければ1回練習するだけで覚えちゃうかもしれないじゃないですか。だからね、僕は人よりやっぱ劣ってますので、やっぱ人よりいっぱいやんないといけないわけですよ。で、この動画もたくさん僕動画撮ってますけど、人よりね、他のね、トップ YouTuber さんいますよ。ね、はじめ社長さんなんかはね、350万人が登録されてるわけですよ。多分そんぐらい。うん。まあ、億万長者ですよ。億万長者。すごいなぁと。すごいなと。僕も最近ね、その YouTuber としてこうちょっとやってみようかなと思ってやってますけど、じゃあ YouTuber として僕が戦うとするならば、トップ YouTuber いるじゃないですか。もう絶対勝てないわけですよ。彼らはですよ。でも彼らは1日1本とか1日2本ぐらいなんですよ、動画本数が。だったら彼らも3倍5倍動画本数上げればちょっとは追いつけるんじゃないかなと。ちょっとはね、うん。まあ僕はですね、その YouTuber がメインで分け、YouTuber もどきです。YouTuber って面白そうだなっていう感じで、まあ、YouTuber っていうのもいいなっていうので、まあ今ね、広告を入れたりとかして、ちょっと今運用させてもらってるんですけれども、まあ僕はね、ネットビジネスがメインなので、まあ別に YouTuber はメインじゃないんですけど、一応やるからには、この、はじめ社長さんとかヒカキンさんみたいにはなれないかもしれないんですけど、まあ頑張っていこうかなと、うん。で、動画も今この R34 マガジンに関しては1170本ぐらいアップしてますけど、まあこれからも2000本3000本、アカウントがバン、もし仮にもしアカウントがバンされてもまた動画作りますから、バンされてもまた作り続けますから。だから彼ら、そのトップ、日本のトップ YouTuber って言われてる人たちが1日1、2本だったら、僕は凡人以下のバカなんで、もうね、やるしかないと。3本5本こうね、彼らより多く作っていくっていう。まあ1に練習、2に練習、3に練習、4に練習、5に練習、いつ本番組んだっていうね。まあそんな感じで、これからね、5年10年20年30年動画を作り続けていこうかなと僕は思ってます。やっぱ続けることっていうのは絶対に僕はすごい力になると僕は信じてます。でもこの動画見られてる方で、いやいや続けたとしても花開かなかったらどうするのと。でたまたまじゃん、それヒルナンデスの梶右衛門さんはたまたま成功うまくいったんでしょうと。世の中見てみろお前と。だからさ、売れない芸人さんたくさんいるじゃんと。よく梶右衛門さんはたまたまでしょっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、たまたまで OK じゃないですか。いや逆に言うとですよ、たまたまでもその運を拾えたっていうことはめっちゃすごくないですか。もう一度言いますね、たまたまでいいじゃないですか。逆にたまたまがなぜ悪いんですか。
あのそのたまたまの運を引き寄せたのも結局は続けてきたからじゃないですか。じゃあこれ続けられずにたまたま引き寄せられましたかって話なんですよ。梶山さんが、梶山さんほんと13年間芸人諦めずずっとやってて、売れなかったとしても諦めずずっとだけど家事をやってたと。でそれがまあ取り上げられて梶山っていうことで今、動かれてるみたいですけれども、その引き寄せたのも結局やってたからじゃないですか。うん、だから結論そのうまくいくかどうかはよく知りません。そんなのはじゃあ絶対じゃあ続けたから成功するのか、そんなのはよく分かりません。ただしですよ、続けていけば何かしら運は引き寄せられると僕は思います。うん、チャンスだったり、続けてれば何かしらチャンスだったり、何かを運を引き寄せることができるんじゃないかなと僕は思います。僕自身も本を出版できたのっていうのは完全運なんですね。運を引き寄せました、引き寄せたんです。でこれもでもやってたからなんですよ、ずっと。うん、だから絶対成功できんのって話ではないです。ただしやるのかやらないのかで、やらなかったら絶対引き寄せることは難しいと思います。でもやれば何かしらの引き寄せることはできます。これ宝くじも一緒で、宝くじも1億円当たったらいいな、ロト6、5億当たったらいいなって思うじゃないですか。でもこれ買わなかったら 100% 当たんないんですよ。もう一度言いますね、宝くじで1億円当たったらいいな、1億円当たったら何しようって言ってても、買わなかったら当選確率 0% です。でも買えば 0.00001% ぐらいはあるかもしれないです。 OK ですか？一緒じゃないですか、宝くじも一緒です。買わなかったら 0% なんですよ。でも買えば 0.00001 ぐらいはあるかもしれないです。だって買えば確率ありますよね、買わないよりかは。まあそんな感じですね。はい、ちょっとね、あのヒルナンデスの梶右衛門さんを初めて聞いたんで、あ、こんな人今テレビに出てんだなっていうのがちょっと初めて知ったんで、それに対してね、でしかもその梶右衛門さんのストーリーがすごく面白かったので、まあ動画としてすぐシェアしました。聞いたらすぐシェアはい、まあ熱く語っちゃって、もう20分ばもう梶右衛門さんの番組より長くなってんじゃないかと20分ぐらい喋っちゃいましたけど、まあ梶右衛門さんこれから頑張ってほしいですね。はい、多分おそらくですね、あのお昼とかの番組にはもってこいのネタなんじゃないかなと思います。うん、だからそれを突き詰めて、カジノ多分本も今度出版されると思いますし、なんかそのメディアカジに、だってカジって永久不滅のコンテンツじゃないですか。ぶっちゃけ料理を作ったりとか掃除するとか永久不滅のコンテンツなんですね。で以前、まあ、ちょっと話脱線してもまだ喋りますけど、断捨離っていう本がめちゃめちゃ売れたわけですよ。でこの断捨離っていうのは、あのあと、断捨離だったり、あと、片付け方、魔法の片付け方かな、なんか片付け方っていう感じのテーマの本もめちゃめちゃ売れたんですね。で断捨離っていうのはいらないものを捨てるみたいな、あとは魔法の片付け方だったかな、ちょっと女性の若い感じの人が本出してたのかな、まあ、それもめちゃめちゃ売れたんですけど、要はその家事とか、なんだろうな、料理とか永久不滅じゃないですか。絶対なくならないですよね。時代が変わっても絶対掃除するし、絶対料理作るじゃないですか。だから梶右衛門さんのコンテンツっていうのは、まあ、永久不滅のコンテンツかなと。だからそれを極める、まあ、今後またいろんな番組とかいろんな、なんかオファーが来るんじゃないかなと思います。うん、まあほんと結果往来というか、まあマイナス売れなかったけど今プラスに転換してそれが仕事になっちゃったっていうね、素晴らしいと思います。だからこの動画見られてる方も、皆さんもですね、まあ諦めずやるっていうことも重要なんじゃないかなと。まあ僕の好きなアニメで桜木花道スラムダンクっていう、まあアニメがあるんですけど、めっちゃ面白いんですね、スラムダンク。めっちゃ面白いんですよ、スラムダンク。で、安西先生がいるんですけど、安西先生がですね、諦めたらそこで試合は終了だよというね、すごいいい名言を吐いてくれてるんですけど、要は諦めたらもう本当に試合はそこで終了しちゃうんですよ。うん。だから諦めず練習し続ければ、まあ何かしら光は出てくるんじゃないかなと。まあ安西先生がね、僕に教えてくれましたよ。安西先生が。たぷんたぷんの安西先生が。諦めたらそこで試合終了だよと。
まあ大丈夫ですかね。だいぶ熱く語ったと思うんですけど、あ、そうだ、この熱く語るシリーズはちょっと再生リストを作ろうと思います。とりあえずなんか熱く語るっていうなんかタイトルで何本か作ってるんで、これね再生リストに入れようと思います。熱く語るシリーズ、とにかく熱く語るみたいな、うん、まあ語っていこうかなと。はい、熱く語れば語るほどおそらくめっちゃキモいと思うんですけど、キモいですよ。いいでしょう。ありがとうございます。